プロデューサー、ずいぶん早い出勤じゃない？どうしたの？そうなんだ。ううん、今切り上げてきたところなの。昨日は夜にレッスン室取ってたから、どうしても気になる振りがあって、気づいたらこの時間だったの。最近は暑いし、夜から朝の方が集中しやすくて。それで帰る前にコンビニに寄っていこうと思ったんだけど、まさかプロデューサーに会うとは思わなかったな。うん、そうだよね。ううん、今はむしろ目が冴えているくらい。そうだね。ごめんね、事務所に行くところだったのに足止めしちゃって。そう。うん、ありがとう。さっきはおはようって言ってたのに、なんだかおかしいね。うん、眩しいけど綺麗な空、いい天気だからとか、さっきまで室内にいたからっていうのもあると思うけど、一晩かけて振りがクリアにできたと思うから、余計にそう見えるのかもしれないね。そう、プロデューサーもわかるんだ。ああ、うん、そうなの。家に何もないから、水と少し何か食べるものも買おうかなって。ん？うん、それはいいけど、いいの？プロデューサー、事務所に行かなくて。そうなんだ。じゃあ、行こう。これから動くなら、しっかり食べないと、プロデューサー。そうだね。後ろ向きでいい？そう、よかった。それならよかった。どれもいいデザインだったから。
世話になっているからこれで役に立てていたらいいんだけど。そうだね、私も良かったと思ってる、ここに来られて。なんだか変な感じ、二人してお願いし合って。そうかな、プロデューサーもそう思う？あ、はい、もちろんです。行ってくるね、プロデューサー。今私のスマホ、あれ、ブランケットかけてくれた？プロデューサー。前にコレクションのモデルをやらせてもらったデザイナーの知り合いから、ありがとうと、またよろしくって。そうなんだ、もう返事はしたの？そっか、それならまたやらせてもらおうかな、翼プロダクションとして問題がないなら。そう、もしかしたらプロデューサーはあまり乗り気じゃないのかなって。この仕事だから本当はあまり都合が良くないのかもしれないと思って。翼プロダクションに来る前からの関わりはいろいろ面倒だったりする？権利関係とか手続きとか。そうだったらごめんなさい、よくわからなくて。ただ言われた通りに立っているのがいいって、大人の言うことをよく聞いて。本当？そうなんだ、それならやっぱりやろうかな。いい？プロデューサー。
がとう、プロデューサー。よろしくお願いします。